この後車体を下げた時にうまく台車に乗りません。技術と経験が必要なとっても難しい作業なんです。続いて車体を下げます。車体を下げる作業は2つのクレーンを2人の作業員がそれぞれ交差して行います。通常の検査ではこの後車体と台車との結合作業を行うため細かい打ち合わせが必要です。そのため各台車の両側に1人ずつと台車の中央にも1人がスタンバイし、クレーンを操作している人に下がってくる車両の位置を伝えて細かな調整を行います。今回の実演では車体を台車に乗せるところまでをお見せしています。それではもう一度車体を上げます。普段は見ることのできない床下の機器をよくご覧ください。皆さんよく見えましたか？車体を元の場所に移動しますので、ロープの中には決して入らないようにお願いします。それでは車体を元の場所に戻します。Come on.